ちょっとあんた落ち着かねえ店だ。待てや、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら、舐め腐った。大阪湾に沈めたのか。覚悟せえ。